ドロー。ドロー、はい、普通の感じで打ってみた。あ、インサイド軌道でスクエアに当たって、はい、あ、ドロー目ってことですね。ドロー目の、はい、でスイング軌道これ 0.3 ってなってるんですけど、はい、本当に当たる直前の話なので、はい、この場合はちょっと軌跡を見ていただければ、こういう感じで打てるとドローボールが打てるということですね。そうですね、スクエアに当たっていけば大体球は捕まるボールになって、捕まった球ってことですね、はい、今回はどんな軌道で振ったらどんなボールが飛ぶのか、はい、まあ、意外と皆さんあんまり軌道って気にしてないかもしれないですけど、はい、結局はね、軌道とフェース面どう当たるか、はい、そうです、でボールがどう飛ぶかっていうことなので、はい、まあ、こうやって実際打ちながら、はい、ちょっとご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このソニーのスマートゴルフセンサーだと、はい、スイング軌跡とアタックアングル、はい、まあ、フェース面の当たったところですよね、はい、あとスイング軌道がもう簡単に分かるということで、はい、ちょっと一球分かりましたどんな球打つか言っていただいて、はい、じゃあいつもと違う感じの方がいいんですよね。まあ、そうですね、あのせっかく数字が出るのでカット目のボールをじゃあ打ってみたいと思います。はい、ちょっとこう左に出て真ん中に戻ってくるような感じで行ってみます。おで今のちょっと数値をしても後方から撮ってたんですけど、はい、これが数値ですね、はい、アウトサイドイン、この場合はどうやってボールに入ったか、このスイング軌道を見た方がいいということですね。そうですね、はい、アウトサイド 10.7 から入ってダウンブローに当たってると、はい、でクローズ目に当たってちょっとカットになったということですね。そうですね、あのフェースはクローズなんですけど、それに対してスイング軌道がよりアウトサイドなので相対的にスライス回転がかかるっていうような状態ですね。でダウンブローで、はい、じゃあドロー、ドロー、はい、普通の感じで打ってみて。さあどうでしょうか。はい、あ、インサイド軌道でスクエアに当たって、はい、あ、ドロー目ってことですね。ドロー目の、はい、でスイング軌道これ 0.3 ってなってるんですけど、はい、本当に当たる直前の話なので、はい、この場合はちょっと軌跡を見ていただければ、はい、おー、こういう感じで打てるとドローボールが打てるということですね。そうですね、でほぼ全体的にスクエアなので、うん、スクエアに当たっていけば大体球は捕まるボールになって、捕まった球ってことですね、はい、あ、すごい。あ、これはですね、今スイング軌跡になってますけど、後ろに置いて撮影すれば、まあ、スイングもすぐ見れるんですけど、今回はちょっと数値ということで、はい、ちょっと僕もじゃあ打ってみます、はい、ちょ、僕の数値はあのこちらのスマホに表示されるということで、はい、連続で打てばこう勝手に計測してくれるんで、これすごく練習時にいいですね、はい、ちょっとフェードで、フェードで、はい、はい、フェード目で、おお、いい感じですか。数値はどうでしょうか。どうでしょう。あ、意外とストレートなんですね。ちょっと軌跡見てみましょうか、はい、ああめちゃくちゃアウトサイドで打ってフェードになったっていうことですよね。そうですね、はい、アウトサイド軌道であの右に行く球を打ったって感じですね。今のはドローボー系のボールで、はい、おお、まあ、捕まった球ではありますけど。そうですね、捕まってましたね。ああ、さっきよりインサイド軌道ですね。そうですね、はい、スイング軌跡がインサイドになって、なので捕まりやすくなったって感じですよね。こうやって見ながら練習するのいいですね。そうですね、それぞれの数値が目に見えるので分かりやすいですよね。じゃあちょっと大きめのインテンショナルフックを、あ、インテンショナルフックちょっとやってみてどんな数字が出るのか、はい、インテンショナルフックはちょっとフェース閉じてインサイドアウトを強めに、フェースとしてインサイドアウト、はい、を強めに打って右に出て左に曲がる球って感じですかね。おお、すごい極端なインテンショナルフックを、はい、まあ、すごいですね、インサイドアウト 28.1 今まあスタンス自体もこう右を向いてやってはいるんですけど、はい、ちょっと右を向いたのでフェース角はスクエアに対してオープン目に出るんですけど、それよりもスイング軌道がインサイドアウトが強いのでフックボールになるっていう感じですね。うん、はい、なんかこうやって球曲げたり
するの楽しいですね。そうですね。なんかバリエーション増えていいですよね。あ、さっきのやつはどうでしたっけ。ちょっと右を向いてあげて、ちょっと右を向いて、あ、でフェースを閉じて、フェース閉じて、はい、もっと結構閉じちゃっていい、はい、こんな感じで、はい、でもでその分もっと右向いて、結構閉じるんですね。はい、この閉じたのが右に向くぐらいで、スタンスなりにインサイドアウト。あ、そんな感じ、そんな感じ、めちゃめちゃ曲がった。あー、こうやってみるとじゃあ数値はどうでしょうか。あ、このインサイドアウトが強い分がこう大きく捕まる分ですね。はい、でターゲットより右を向いてるのでフェース角はオープンに出るんですけど、それよりインサイドアウトが強いのでフックになっていくっていう、はい、そういうことですね、はい、これ意外と今撮影してて、はい、多分数字見ていただければ分かるんですけど、これスイングテンポってのも結構大事なんですよね。あ、そう、それスイングテンポ出てますよね。今多分数字ちょっと見ていただければ分かると思うんですけど、多分笹原プロのスイング大体同じなんですよね。ちょっと2球ぐらい打っていただければ。あ、分かりました。ちょっとアイアンで大丈夫かな、はい、アイアンで2球ぐらい、はい、今 3.4 対1、 3.4 対1、はい、あ、すごい、 3.5 対1。お、もう一回ちょっといいですか。 OK です。あ、3.4 対1。まあこれ、まあ、どういう数値かって言いますと、はい、この1っていうのがダウンスイングのこのスピードだとして、それに対してテイクバックがどれぐらいだったか、はい、3.4 なのか 3.5 なのかっていう話なんですけど、はい、数字が低い大きいがいいっていうことじゃなくて、ここが一定してるっていうのが大事なんですよね。そうですね、どのショットも同じテンポで打ててた方が安定感があるショットになるっていうことですよね、はい、それがチェックできるんですよね。あ、これはいいですね、はい、ちょっと僕も3球ぐらいちょっと打ってみてもいいですか。はい、アマチュアの方ね、なかなかスイングテンポまで多分気にしてる方も少ないかなと思うんですけど、今どんな感じですか。今 3.4 対1です。 3.4 対1 3.8 対1ちょっともう一回します。はい、3.7 対1。 3.7 対1、はい、まあちょっとバラバラ、ちょっとバラつきがあったかもしれないですね。ことですね、はい、あ、ここを揃えていくとショットの精度も上がっていくんですね。そうですね、精度が上がっていきますね。サラプロもう一回お願いしていいですか。はい、あ、これ見ながらやるとなんか闇雲に打つよりいいですね。あ、そうですね、一球一球チェックできて、わあ、すごい綺麗なインサイドで、はい、ストレートスクエアでレベルに当たるまあレベルって言ってもね、マイナス 3.5 なんで、まあダウンブローですよね。ダウンブローですね。3.5 対1、変わらずということで。あ、素晴らしい、ありがとうございます。ぜひですね、練習にこういったアイテムを使っていただいて、はい、まあ、楽しくね練習すれば、はいはい、もっと上手くなりますよね。はい、ゴルフ上達にプラスアルファできると思うの で、 ですよ、ね、はい、じゃあぜひこういったアイテムを使って楽しく練習していただければと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます。今ゴルファゴのメルマガ登録者さん限定でスコア100切りのためのラウンド攻略ガイドブックプレゼントしております。無料で登録するだけですぐご覧になれて、スコア100切りのための要素がたくさん詰まってますので、ぜひダウンロードしていただいてスコアアップに役立ててみてください。